オンサイド3セットやるんだ。3セットマッチですか？3セット、うん、で真冬なのにみんな半ズボン履いて丸坊主で割り箸ってなんですか？割り箸ヨネックスのなんか、ね、間にこう割り箸を入れてたんだよ。チャッピーさん、はい、はい、中島くんね、大阪セーフですか？セーフ中島くんはセーフですね、はい。まあ、あの関西帰った時あのカラバッシュテニスクラブで毎年会うんだけど、まあ、昔すごい強かった選手で、僕がね大阪遠征とか、まあ、父親と行って、あんましその大阪の選手とか知らないから、始めたてでもうあのスコスコにやられて、住之江テニスクラブに行ったのかな。で真冬なのにみんな半ズボン履いて、ウォームアップなのにもうみんな半袖短パンで丸坊主で、もうすごいカルチャーショックを受けて、でなんかすげえ怖いコーチがいて、俺早く帰りてこんなとこっつって。それテニスクラブですか？部活じゃないでしょ。テニスクラブ、テニスクラブで丸坊主でそんなに厳しいんですか？そうだった。いやすげえ怖かった覚えがあるんだよな。でもあの有名なクラブよ、住之江テニスクラブっていうの、うん、強い選手いっぱいいたし。今 何のテニスクラブになってるか、住之江テニスクラブ、うん、まあその時に、まあ、ちっちゃくてすばしっこくてそういう選手で、中島くんはね14歳からですよ。で俺12、14出て、で14歳以下の方で行かれたのか。ん？行かれたっていうのは負けたんですか？10歳、12歳って、うん、12、14かな、どっちかな、うん、プレーを見る限りは結構丁寧なテニスを、攻撃的というか丁寧。そうだね、もうどうだったっけ。まあ前回のカラバッシュでテニスやったぐらいで、割り箸しか思い出さない。割り箸って何ですか？割り箸ヨネックスの R7 かなんかの間にこう割り箸を入れてたんだよね。でそれもなんでってその聞いたんだけど、なんでだろう。それって割り箸が入ってんの？え、 R7 の間にですか？間、まあ、このあれで言うともうアディダスみたいになっちゃってる。シャフトのとこですよ。シャフトの分かれてるところの間に1本割り箸が、うん、だからこだわりがあったんだろうね。え、刺さってたんですか？それともなんかセロテープで貼って刺さってたのかな。あ、R7 ですか？まあそれは多分コメントくれると思うけど、なんでかっていう。それ違法、ダメじゃないですか？それって割り箸どうだろうね。でもジュニアの頃で言うと、ああそう、全然話変わっちゃうけど、俺あの宮地と京都で、京都の8歳以下で試合してる。ん？8歳か。8歳か。で福田のかっちゃんが試合出てたから準決勝やったから、だから俺8歳、まあ早生まれだけど8歳で、かっちゃん4歳でやってたね。こう両手で、こう両手サーブで、まあまあまあ4歳で両手サーブね、すごいよね。4歳で3セットやるんだよ。3セットマッチですか？3セット、うん。それこそ今やってたらそれは天才児って言われるんじゃないですか？篠宮、京都の、うん、テニスクラブからかな、うん、でその時も遠征に行って、慶応ジュニアが終わってから京都まで遠征行って試合出て、で他で言うと、まあ、その龍南で言うと静島にジュニアの頃出て、あ、静岡の静岡トーナメント、もう冬の定例の強い選手がたくさんいて、であれ負けるとあの負け心やらされるからさ、負け心やっていちご狩りして帰ってきた。冬のいちご狩り、そうで、ミルクもらうからさ、飲むミルクもだと思ってさ、こう飲んでもなかなか出てこない、あれつけない、つけるやつなの。今で言う何してるの？練乳。そう、練乳って知らないからさ、おいミルクって書いてあるから飲もうとしたら出てこないで、そしたら、うん、つけて食べるんですって言われて、うーんと負け心して、うん、で一つテニスクラブがあって、ドロップショットの名手のおじいちゃんがいて、でドロップショット習って帰ってきた。ウィッシュじゃないですよね。ウィッシュじゃないよね。ウィッシュはまあ当時ないけど、まあ、ウィッシュの代表の坂本さんは違うクラブでもともとやられてたから、でその後ウィッシュを開いてっていうあれだからね、うん、でそのドロップショットを習いに行ったって、そういう思いがあって、インターハイの時静岡だったから本村に負けた後コーチに、昔ドロップショットを習いに来たんですって挨拶しに行って帰った覚えがある。何のクラブだっけな、うん、忘れちゃったな。まあそう考えるとよく動いてたね俺もね。
そうですね、いろんなとこ行ってますね。いろんなとこ行ってるよ。しかもそれお父さんと、まあもう父親に連れてかれないとそんな自分ではやらないから、ね、クラブでは行かないですよね、あんまりそんなに、うん、そうだね。やっぱりそのくらいしないといけないのかなと思います、ね、やっぱりサポートがないと、ね、やっぱまあそれだけじゃなく桜田とかにいたらね、いろんな県のジュニア来てたもんね、遠征してさ、逆に練習試合とか、試合もそうだし、なんか合宿に来てもいたし、やっぱそういうアクティブな姿勢がある人がやっぱ強くなるって感じだね、強くなってたって感じだね。それこそ堀、桜田はもう各世代名選手がたくさん揃ったと思うんですけど、うん、練習はじゃあもうすごい充実したんですか。あ、もう当時はやっぱまあ今ももちろんそうだと思うけど、うん、もうそれこそその年代みんな全日本チャンピオンだったね。